昨年からはごめんなさい、レギュレーションが変わっていることっていうのもあると思うんですけれども、どういったところをまず、ポイントとしてあげましょうか。はい、一番大きいのはですね、フロントウィングが変わり、バルクロードが変わり、そしてブレーキダクトのシンプルになって、エアウィングが変わり、これはですね、何度も急に変更してですから、上位のスタートの中に接触があるんじゃないかと思って、それはちょっと心配します。まあ、そういうことを考えると、より、まあ、エキサイティングなアクションの多いですね、レースが、今シーズン2019年は期待できるのかなというのを森脇さん、どうぞ今ね、ご説明から皆さんには聞いていただけたと思います。さあ、そして、なんといってもやっぱり一番皆さんに押し出したいのはそうです。今年エクアントックの海外のワールドツアー、アントマックデルブルーリングに、なんと日本のオンタロカーリングが出てくることですよね。日本のカーリング。Well, the missing link for us the last 5 years has really been the power unit.すごいな、なんか本当に日本の景色じゃないみたいですね。この今、あのレッドブルのですね、バルーンアーチの下を通過して、いやー、本当にお天気に恵まれましたし、最高ですね。さて、会場内の皆様、今現在入場規制をですね、実施させていただいております。フリーエリアはすでに、定員がしましたので、入場ができなくなっております。恐れ入りますけれども、チケットをお持ちでないお客様、ご入場できなくなっております。大変申し訳ございません。ご理解いただきたいと思います。さて、今、ちょうどですね、この入ってくる、準備してみるんです。レッドブルのドライバーのお二人はですね、はい、コースインスペクションといいましょうか、ちょうどこの神宮外苑のですね、ところを今ちょうど、さっきまであのたくさんのタクシーとかですね、一般の車とか作業の車とかが走ってた、まさに信号で停止もしていた、ここを今 DB11 でヒーローランプというふうにね、我々呼んでおりますけれども、でもこうやってなかなか時速300キロの世界でサーキットにいらっしゃる方とはコミュニケーションできませんけど、これ力がいただけますね、ファンの方から。すぐ近くですからね、うん、はい、この近くですね、近くからできないので、今日はそろそろ近くですね。しかもヘルメットをかぶると顔がなかなか見えない F1 ドライバーたちがこうやって皆さんの前で顔を見せて、さあ、エンジンに火が入りました。いよいよ聖域の瞬間、今までかつて見たことのないそのシーンが始まります。これもありです、これもあり。
っていきます。マックス、まさにその名の通りマキシマムまで日本のファンにお約束をしていたゴールでした。いや、その前に U ターン、まさに車 F1 カー、ありえない加速、そしてありえないコーナリングスピード、圧倒的なクリップを誇るこのクリップタイヤ、どんどん頑張って、ここまで動いたわけです。そして、一日も
インクルーズ1日毎日毎日毎日でございます。ありがとうございます。ご覧の人が通りますすいません。ありがとうございます。押さないでください。押さないでくださいね。